毎日ポジティブ。はい、ポジティブ17スーパーポジティブティーチャー福でございます。さあ今日ですね、皆さんにお話したい話なんですけども、2022年10月の11日昨日の営業ですね、昨日はですね火曜日、いつもですね1週間のうちの火曜日というのは非常にですね、お客様の来る人数というのはすごい少ない日なんですよ。だいたい月曜日がすごく多くてですね、で、まあ、金曜日土曜日多いんですけども、まあ火水木あたりがですね少し、お客様のですね、流れがそこまで良くないのが最近のこのポジティブ居酒屋なんですけども、昨日はですね予約をしてくださった方がいて4名様の予約で、その一人の方はですね先月来ていただいたんですけども、来ていただいてすごく満足してくれて、次の日にですね、なんと3回もね予約を入れてくれたんですよ。でその中の3回のうちの1回が昨日だったんですけども、で新規の方が3人と2回目の女性の方が1人という予約が入っておりまして、それ以外にもですね常連のお客様が来てくださって、プラス予約は一切しないでですね来ていただいた2名様のですねお客様がいらっしゃって、で最近ですね、まあ、新規の方もすごく来られるんですけども、本当にね新規の人たち、めちゃくちゃいい人たち多いですね。もうなんかこのポジティブ居酒屋思い出というこの名前に合ったような方しか来ないなっていうのをすごく感じます。まあこれはね僕がテレビに出たりとか自分が宣伝をしていない、本当に純粋に来てくれた人の縁をつないでつないでつないでいったからこそ、そこのお客様まで行き着いたのかなと思ってですね、すごく嬉しいですし、すごく楽しくね、仕事ができてます。まあこうやってね毎日の日々の積み重ねと縁を大切にしながら、素敵な人がまた来たいと思ってもらって、その素敵な人がまた素敵な人を連れてきてくれて、この連鎖っていうのをずっと続けていけばね、きっとこのお店はね、まだまだ良くなるし、まだまだ潰れずに発展していくんじゃないかなと思います。まあそうやって素敵な人たちをいかに集めていくか、いかにそういう人たちが来たいというお店、場所にできるかというのはすごく大切だと思います。まあどんな会社でもそうですよね、会社の人材、いろんな素敵な人たちがいっぱいいる会社もあれば、本当にいつも文句とかね、いつも不平不満ばっかり言ってるそういう人たちが集まる職場もあります。そういう場所、素敵な場所を作るためには、まずは土台、仕事の環境の整備が必要なので、まあ僕、このお店で言えば僕ですよね、僕がまずそういう環境を作ることでそういう人たちが多く来てくれる、まあ、それはいろんな場所、いろんなチーム全然違うと思います。でもまず誰がここの店ルールを決めて環境を作ってるのか、まあ、それを理解した上で、その自分が作った環境の中でベストのね素敵な人たちを集めるための努力を怠らない、そうすることによって妥協してしまうとね、本当にどうでもいい人たちばっかり集まってしまうんで、妥協せずに自分の一つ一つ積み重ねていくことが素敵な人たちを集める秘訣だと思いますんで、今日もね、素敵なまた人たちに出会えることを楽しみに、楽しんで営業していきたいと思います。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。